駅前大橋は、広島県広島市の沿行側に架か,かる道路橋。JR 広島駅玄関口、駅前通りに架か,かる橋であり、駅から市内中心部へと向かうときに最初に渡る橋である。戦前、上流側に位置していた駅、前橋が前進であり、戦後及び平成に入り架け替え整備された。この橋の上を、高架橋で、 広島電鉄の路面電車が通る駅前大橋線の整備が決定しており、2019年11月時点では2020年度の着工予定と報じられている。上流に広島市道松原京橋線筋の駅西高架橋、下流側に被爆橋梁の延行橋がかかる。2014年現在、路面11車線は県内最多の車線数である。ただ、 中央部分は今後広電軌道が整備されることが決定している。教場の四方には特徴的な柱が立っている。この柱は高さ23.75メートルの防水系の照明灯であり、広島の玄関口ということから、門中を表現している。歩道部は車道に面した主歩道と、その外側に袖歩道と呼ばれる大きな曲線を描くものがある。 福音は中央に車道11車線、両側の主歩道は6メートルと外側に袖歩道3メートルとゆったりしたものとなっている。歩道に敷かれているのは白と黒の三影石。欄干は袖歩道がアルミ製なのに対し、主歩道は石張りが用いられている。歩車道境界付近にプランターが置かれ、橋上をデコレーションされている。 1945年アメリカ軍作成の広島市地図。駅前橋として当時の状況が記載されている。駅前橋記念碑1988年の広島駅南周辺。左上から流れる川の分岐から右が円光川であり、分岐から二つ目の橋が駅前大橋。この橋から二つ右下側が工人橋であり、この写真では 広電本線が通っている。写真右端の古線橋が、工人陸橋であり、写真を拡大すると工人橋まで渋滞していることが確認できる。広島駅は1894年6月10日に開業するが、当時駅と広島市中心部を結ぶ橋は、江戸時代に整備された、旧西国街道筋で当時国道筋であった、円光橋、京橋,橋ルートのみであった。 その後、1906年上流側に栄橋が、1912年、広島電気軌道が整備された。つまり、駅から、市中心部へのルートは十分確保されていた、状況だった。ただ、近隣住民は駅前にも橋を欲していた。昭和に入り、徳永信夫市議会議員が、駅前橋建設を提案、沢起こり始め市議会議員が、 発起人となり、大須賀の材木賞、加藤越造による一万円の寄付と加藤及び川本、常次郎、川本元,元三郎、田村一万造の土地無償提供により建設されることとなり、1932年に目標として、竣工した。場所は、現在地ではなく、少し上流側の松原町10番、南交差点付近にあった。これを記念して、 駅前橋記念碑も混流された。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により、被爆、爆心地より 2km 以内に位置し、目標であったことから焼け落ちてしまう。当時のその付近にいた被爆者の証言ですぐ発火し落橋したとある。戦後、1949年広島平和、記念都市建設法が交付、施行され、 戦災復興事業として現在地に駅前大橋の架橋が決定1956年8月に開通した。当初は福音30メートルが確保され市で最も広い福音であったが予算不足で照明はつけられなかった。数年後に照明はつけられた。その後、老朽化、交通量増大や 広島駅南口地区市街地再開発事業や広島駅南口地下広場整備事業に伴い掛け替えが決定1991年着工2001年3月竣工した一幹線道路であるため急遽の両外側に仮車道橋と仮歩道橋が2つずつ計4つの仮橋が作られ交通をそのまま通したまま工事が進められた 福音を50メートルに拡幅、車線を6車線から11車線にし、当時県内で最も多い車線数となり、歩道も両側に6メートル取られ、ゆとりあるものとなった。駅前大橋線とは、広島駅駅前大橋駅前通りから、広島県道164号広島海田線の、稲荷町交差点で曲がり稲荷大橋へと進む、ルートである。 現行の広電本線ルートは、広島駅から遠行橋町を通り工人三佐寺で、県道164号へ曲がり工人橋を渡って、直進し稲荷大橋へ抜ける。このルート上である、工人地区稲荷町の県道164号は、県内でも、有数の交通渋滞路線であり、朝夕のラッシュ時には、路面電車の通行により渋滞に拍車をかけている、状況である。 また、工人橋は現存する被爆橋梁の一つであり、歴史的に意義のある橋ということから、広島市が管理する橋の中でも、優先的に延命処置を行っている側面もある。そもそもの新路線の発案は、1960年代モータリゼーションと、その反動として、広電利用者が減少したことにより、市内交通網の抜本的な整備計画が立てられた、ことから始まる。 ただ、費用の問題もありそこから具体的に進まず、バブル景気以降の1990年代に入り、計画の見直しが図られるようになった。その後、2000年広島市中期計画の一つ新たな公共交通体系づくりの基本計画について、2002年中国地方交通審議会、広島県における公共交通機関の維持整備に関する計画についての中で、 いくつか、ある路線とともに、駅前大橋線を新規路線案として盛り込まれた。2004年12月、官民による路面電車の機能強化策を探る検討委員会が設置され協議を開始した。2010年6月29日の広島電鉄の取締役会で社長に就任した、落ち秀では、就任前の5月12日、 駅前大橋線の2016から17年の運行開始を目指す考えを明らかにした。乗り入れ方法について当初の報道では、市及び JR 側は広島駅建て会を含めた高価乗り入れ、広電側は地下乗り入れを希望しているとされた。2013年1月、広電は落ち社長の解任を発表した。新社長に就任した田雄により、 広電内で地下案を推奨していたのはオチだけであり、社内に混乱させていたことから解任されたこと。今後広電は地下案を白紙撤回することが合わせて発表された。同年6月、広島市による検討委員会により、効果案が全員一致で採用されることになった。広島市は、 JR 西日本や広島電鉄と協議を重ね、検討委員会や地元説明会を経て、各所との話がまとまり、2014年9月2日に、広島駅、南口広場の再整備等にかかる、基本方針を決定したと発表した。この基本方針は、本線が、稲荷町電停から、駅前大橋を通るルートに変更、駅前大橋で高架に上がり、 広島駅ビルに乗り入れる内容。その後、2019年10月に、これに、稲荷町停留所から、七三町交差点までの区間を加えた、整備後の終始状況を明らかにした際、開業予定を2025年春としている。ありがとうございます。